俺真剣に考えたことあったもん。口説いたろうかなと思った時あったもん。この人全く俺に興味ないやろなっていう。乾杯。乾杯。まさか雪犬ちゃんと飲める日が来るとはな。いや本当そうですね。のびっくり。前回って言ってもかなり前か。前ですね。一回コラボさせてもらって、はい、でそっから謎解きとかは何回か一緒に行ってるやん。あ、そうですね。ご飯行ってないよね。ご飯は行ってないですね。そうやんな。はい。なんかいつもあの一緒にゲームをすることありますけど、うん、ご飯は行ってない。でだからみんなで謎解き終わりになんかご飯行くって言ってたけど、俺が参加せへんかったりとかもあったよね。あ、そうですね。仕事だったりとか。何してたん？この数年間。仕事では会うやんか。仕事では会わないですね。テレビの収録とかで、はい、なんかちゃんとこう喋る機会がなかったから。か何して、ま、あ生きてました。そりゃそうやろ。LINE で別れたんですみたいな来たやん。別れました。そう来たやんか。はい。で、だからそっから心配してたのよ。あー、なるほど。どうなん今は。ハッピーな。あ、ハッピーですけど、なんか結構そのあんま恋愛は特に何にも進展がなくて、最近ずっと推し活してます。誰推してんの？黒柳徹子さんを推してます。いや、あの、なんでやもう言いにくいし。確かに。すごい方やから。まあ、そうです。きっかけは黒柳さん推す。あ、黒柳さん推したきっかけが、なんかあのネットで、うん、その徹子の部屋がバズってて、うん、なんかあの昔その中島ラモさんっていう小説家の方がいて、ね、その人の対談がなんかヤバすぎるみたいな。ああ、だから本当昭和の、あ、そう、このコンプラ云々関係ない時代やろ。で、なんかもう徹子さんとかが、まあ、ちょっとヤバい人だったんで、うん、なんか覚醒剤とかおやりになってたんでしょとか言ってそれがバズってて、それを見てこんな切り込むんだすごいって思う。そっから好きになって。そうなんですよ。だからあの今持ってるポーチって実は徹子グッズなんですよ。ほんまや。すごいやん。そうなんですよ。出たいの？いや、それはちょっと恐れ多いんですけど、うん、あの見たいです。収録現場とかにこうやってちょっとちらって。いや、すごいで。俺一回だけ徹子の部屋出たけど、すごい。コンビでほんまさ、だだっ広いスタジオの中に、はい、もうマジでカメラが何台か置いてて、で基本定点やねん。だから動かさへんから、はい、人全然おらんねん。しかもあれですよね、芸人さんの芸見ても笑わないんですけど。笑わへん笑わへん。徹子さんずっと笑わないって。そう、でも俺らが出た時は、はい、割と、ネタするというよりかは、うん、家族の話をお互いしてて。あ、なるほど。いつでも貧乏な家で育ってとか、俺も割と過保護な両親で育ってみたいな家族のエピソードを喋ってるのは徹子さん笑ってくれはってるの。あ、そうそう。ほんで喋り、いや徹子の話ええねん。長恋してないんかいな。恋してないですね。でも最近その自分がこうオタ活にハマるようになってから、うん、でも恋したらヤバいなって思い始めて。なんで？で結構追っかけ回すタイプなんですよ。いや、いいやん。徹子さんが好きすぎて、なんかその徹子さんの、 なんかその、まあ、テレビとかにちょっと出てたりとかもしたので、うん、あのお家、昔住んでたお家とかもわざわざこうやって見に行ったり。嘘やろ、マジで。めっちゃ好きやん。そう、あとちびまる子ちゃんも実はすごい好きで、さくらももこさんが好きなんですけど、わざわざ好きすぎて、それだけのために新幹線乗って静岡まで行って、でちびまる子ちゃんランドっていう場所があるんですけど、そんなランドっていうほど別にランドじゃないんですよ。本当にちょっとなんか飾ってあるぐらいのとこなんですけど、それに行くためだけにわざわざ新幹線乗って行って見て、ですごいよね。あの舞台になった清水小学校もこうやってわざわざ歩いて行って見て、で一応聖火があった場所も別にもう今何にもなくて、普通にあの知らない人が住んでるんですけど、そこわざわざ行って、あ、ここに住んでらっしゃったんだ。いや、だいぶ強めのオタクやな。
だから多分ちょっと恋したら、いやそうやねん、だから俺分からへんねん、俺誰かを好きになったことあるけど、はい、オタクまで行ったことなくて、その家みたいとか発想が分からんねん。ほんでよう言うやんか、はい、このじゃあ付き合いたいのって言ったらそうではないんやろ。いやそうじゃないんですよ、異性でもなんかそういう対象に多分ならないと思う、ってことやろ、うん、いやそれが分からへんねんな。え、だって今いくつになった？31になりました。やろ、もう30年に入ってきたやんか。やばいです、周りもみんな結婚し始めて、うん、あ結婚してるわ。願望ないんかいな。ないんですよね、なんか推し活で結構満足しちゃって、なんかそのもうキャラクターと徹子さんがいれば歌に生きていけるなみたいな。え、じゃあ別にこの数年間でああいいなと思った人も出会わず？でもそれって言うと、まあなんか、まあ、好きな男性のタイプなのかちょっとわからないですけど、うん、そのさっき話したきっかけの中島ラモさんはすごい好き。いや、どこ好きなの？いや、で、ずれてるって今日この数年いろいろテレビも出たやんか、はい、それこそ東大王とかで一緒になったりとかしたやんか、ね、イケメンいっぱいおったやん。興味がないんですよね。この間すごい自分で引いちゃったのが、うん、あの吉沢亮さんの名前が出てこなくて、うん、めちゃくちゃ男前やん。あのキングダムに出てた俳優みたいな。おばはんの覚え方してるやん。じゃあずっと家で仕事と推し活？推し活とあとゲーム、最近あのパルワールドっていう、ちょっとポケモンのパクリみたいなゲームがあるんですけど、うん、よく言われてるんですけど、そのゲームをもう実証ずっとやってます。だからすごいね、俺はだからそんなんでけへんしさ、家こもるの自体が苦手やから、だからそれで言うとよく謎解きの時だけは出てくるよね。あ、そうです、ゲームが好きなんで、うん、謎解きはやるんですよ。どうなん、じゃあ謎解き終わりでさ、はい、まあ、俺コロナ禍やったからご飯とか行けなかったけど、ね、今は終わりでみんなで飯行ったりとかすんねんな、はいはい、行こうやってなったら行くの？あ、行きます。楽しんでくれる？あと何楽しみます。その1時間2時間したら徹子欲しいなあ、徹子欲しいなとかならへん？そこであとずっと私徹子のこうもう布教してるんで、もう髪型も徹子に近づいてる。確かに。なんか悪くなった。そのうちここら辺こう雨とかが入ってくるかもしれない。いやー、だからじゃあゆきりぬちゃんがさ、はい、別に相手に興味がなくてもな、うん、男が寄ってくるはあるやんか。いや、それがないんですよ。だって本当になくて。別にこれお世辞とかじゃなくて、ほんまにええ子やん。ありがとうございます。で美人やん。うん。だから寄ってきてるはずやね。うん、今年の誕生日、あ、今年って去年の誕生日も、うん、お母さんとお父さんからしか来ない。いや、よくないぞそれ。あと、あ、この年になってびっくりしたのは、その男性の友達もできればできるんですよ、うん、で、あ、できたと思ったら、みんなゲイ。あー、ジェンダーの方が多いんや。そう、ゲイの方が、まあ別にいいんですよ、楽しいし、もちろんもちろんいいんですけど、でも向こうがまずそもそも恋愛対象に入ってないし、まあそうやわなっていう、あれみたいな。じゃあもう今推し活してる時が一番楽しいの？そうですね、なんで家で徹子を見ながらパルワールドやって満ち足りてます。それで満ち足りてんの？はい、すごいなあ。え、ラスボーム、あ、ゲリだ、やった、うまそう。めっちゃでかい。こちらが厚切り特上タンとシャトーブリアン、はい、それからうまみロースですね。謎解きで何回かや、ゆきりんちゃんと一緒になって、はい、でまあ、仕事でも一緒になって、はい、俺、客観的に男として思うけど、はい、ちょっと遠い感じするもん。ああ、そうなんですか。なんか高嶺の花はもちろんやねんけど、なんか俺みたいなもんが口説きに行っても多分何とも思わへんねやろうなっていう空気感は出てた時あったもん。そうですか、うん、あ、そうなんだ。いや、俺真剣に考えたことあったもん、まあ今嫁と結婚してるけど。ああ、そうですね、うん、嫁とお付き合いしてた頃、うん、ま、
ワンチャン浮気心くどいたろうかなと思った時あったもん。あったあった。そうなんですか。ワンチャンな、はい、うん、でもなんか喋ってて、はい、あるやん、喋ってて、あ、この人全く俺に興味ないやろなっていう、その男としてがすっごい刺さった。あー、なるほど、すいません。でもそれ出してる可能性あるで、だから出してるかもしれない。なんか一回その、うん、なんかその知人自体で、うん、吉沢亮さんとなんかゲームしてるんだけど、よかったら一緒にやらないみたいな言って、多分普通の女の子だったら絶対行くよ、絶対行くじゃないですか、絶対行く絶対行く。私その時友達と別のゲームしてたんですよ。だからいいやって言って嘘やろ。なんでよ。興味がなかった。もう、違う違う違う、もう恋愛別にしたいもあんまないのか。あ、そうですね、今は。なんならね、男の人はいいから、もうとりあえず徹子さんに会わせてほしい。そうか。はい。でも、じゃあもう結婚願望も特になく。そうですね。でもまあ、多分自分が結婚願望がない理由が、うん、子供は好きなんですよ。子供は好きで、なんかその面倒見たいとかしたらきっと楽しいだろうなとか思うんですけど、うんうん、あんま自分の子供じゃなくていいっていうか、なんかあんまり自分の遺伝子を残したいみたいな気持ちいい。まあ、じゃあ極論、じゃあ、あの託児所とか恵まれない形のことを引き取ってとか、なんかそういうところで働いたりとかおうおうおうしたらいいんじゃないかなみたいな。なるほどね。まあでも今の世界な、はい、今の世の中別に結婚だけが全てじゃないし、独身でも幸せになれる時代やからな、全然ええと思うけど、ちょっと多分感覚的にはあんま一般人じゃないかもしれない。いや、俺はやっぱ一人ぼっち寂しいからさ。あー、なるほど、うん、だから家帰って嫁がおる、はい、まあ、誰かおるっていうのが嬉しいタイプやから、それないんやもんね。ないですね。え、ないの？だから今のじゃあなんか野望じゃないけどさ、はい、こういうのしたいな、徹子さんに会いたいな、1個やろ。はい、1個あります。それ以外プライベートも仕事も含めて、この叶えたいこと、叶えたいこと、あとあのちゃんもすごい好き。うん、ライブチケットこれで応募して調整して行くんですけど、うん、でそれこの間あのちゃん DM したら、ファンみたい、わらって返ってきて、いやいや、DM できてる関係やん。別にほら、別にご飯とか行ったやん、それはちゃうの。で、ちょっとあの誘われたくないみたいなのをテレビで言って、言ってたな。それは違うかなと思って。あー、なるほどな。別にもうこっちはファンなんで、遠くからも見てるだけで結構十分だから。いや、不思議よね。あのちゃんと仕事ができたら嬉しいなとは。でもじゃあ自分の願いは叶った？まだでもそんなちゃんと仕事とかしてないんで。してるやろ仕事。一回だけ、あの、あのちゃんとな、はい、あ、へえ、そうなんや、はい、じゃあもうずっと家か。ずっと家ですな。え、お酒は飲めるタイプですか？いや、飲まないです、普段。あ、じゃあ、そうか、じゃあ酒も飲まへんし、飲み会行こうとかもないし。そうです。だから珍しい、珍しいです。あの、翼さん、正岡翼さんと仲良くて、行くとしたら本当に翼さん家か謎解きしか行かないです、外で行く家。そうか。で、翼さん家行くと、みんなモデルの女の子とか、ね、女の子がいっぱい、まあ、もちろんもちろん、あの時もそうやったやんな、新潟で。あ、そうですね、一緒になのファッションショーみたいなやつな、はい、結局落雷で中止になったけど、あの時松坂ちゃんと一緒にやろ。はい、あれですよね、なんかニューヨーク帰りでなんかすごい疲弊してましたよね。そうそうそう。もうヘロヘロやったわ、大変。いや、それで言うと俺今も飲んでてええんかな。何帰りなんですか？いやいやいや、打ち合わせやって今、はいはいはい、でこのあと、まあ、仕事に行って、で、まあ、そこは、まあ、大丈夫やねんけど、はい、その後のちょっと
俺逃走中やねん。今日しか朝5時とか4時とかじゃない。そうそう、だから、2時入りやねん今日。絶対やばい。絶対やばい。なあ、いや、まだ時間的にな、全然お昼前やから、お昼前やから全然大丈夫やねんけど、絶対走れないです。絶対走れないよね。はい、しかも絶対多分先輩みたいなミスしそう。変なスイッチ押したい。いや、大丈夫大丈夫、ちゃんと寝るから。あの、その道途中の前に寝るから大丈夫やねんけど。そうやね、大変やね今日は。なかなか、じゃあそっか。じゃあ、なんかこれゲーム以外の趣味はないの？編み物に最近ハマって帽子とかを編んでます。三浦さん。本当にそう。何きっかけ、その徹子さんもそうやけど、はい、そのなんかきっかけ気になる趣味多いね。確かに、流入が独自ルートすぎる。編み物はどっから好きになったの？編み物はなんかそのでも結構ファッションが好きで、最近そういう、ね、あの猫耳帽子とか流行ってて、これ自分で作れるんじゃんって思って、なんか買うより自分好みのものができそうと思って初めて見たら意外とできた。え、なんか謎解きのように被ってたやつあったやん。そうです、あれ、そうです、自分で編んだやつ。あれ自分で編んだやつ。すごっ。あんなん編めんの？編みました。全部やってもらってた。いやいや、いいよ別に。すごいね。そうなんですよ。それやってる時は楽しいのか。そうなんですよね。でも本当に家から出なさすぎて、なんかいつ日が昇っていつ日が落ちてるのか分かってないんですよ。え、家って、はい、起きるやん。はい、起きます。着替える？家出えへん。いや、着替えないですね。もうずっと寝巻き？ずっと寝巻き。お風呂入るときに着替えて、うん、また寝巻き？寝巻き。でなんか寝巻きだけど、うん、そのスウェットみたいな外にも、まあ、ちょろっとなら出るみたいな。ああ。いきます。おいしい。うまっ。うん、やばい。すごいよな。だからあのゲームする人さ、うん、あの椅子の前から一切動かへんのやろ。本当に気づいたら4時間とか経っちゃうんですよ、あの椅子。何の空間すぎて。で、まあ、トイレとお風呂ぐらい、うん、なんかご飯やばいってなってスーパーとか行って作るの？いや、あの作る時もあれば、あのもうめんどくさいお弁当買ってきて。いや、もうそれで俺あかんとは言わんけどさ。もうちょっとちゃんとした人生歩もうよ。ちょっと最近世間とのズレを感じて、なんか人と何話したらいいか分かんないですよ。そうやわな、だって入ってくる情報がさ、はい、YouTube のみやろ、要は。てか、徹子のみやろ。あ、徹子さんと、あと最近、狩野英孝さんのマイクラがすごい好き。ああ、ゲームチャンネルな。その2種類からしか今、英語添えてない。徹子と英孝しか入ってこないんやろ、情報が。昔からそうじゃん。あ、でも、割とそうですね、昔からゲームとかが好きなの。今 YouTuber やんか、はい、一応職業的には。はいはいはい。他やりたい職業なかった？他やりたい職業、でもそのゲーム実況やる前はゲームデバッカーって言って、ゲームのバグを見つけるお仕事してました。あ、そんなんやってた、うん、え、じゃあゲーム業界に行く機会もあったわけ、お仕事的には。あ、そうです、そうです。でもこう、まあ、YouTube の方に入ったからそっちでやるってなったけどってこと？あ、そうです、そうです。え、ゲーム作りたいもあんの？ゲーム最初作りたいと思って、就職しようと思って、なんかそのプレゼン資料とか企画書とか作ったりとかした時あったんですけど、うん、全然才能なくて。いや、作りいや。自分で見て、いや、これ誰がやんだろうこのゲームみたいな。いやいや、でもさ、あのマジカルラブリー野田のさゲームだってそんな感じやん、はいはい、
自分ではこれ誰がやんねやろうかもしれんけど、うん、世に出したらめっちゃおもろいってなるかもしれんで。ゲームクリエイターなめてますよ。ダメ、はい、めっちゃ尊敬してるんでやっぱり。ダメか、そうか。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。